どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回なんですけども、プラウドタワー芝浦とブランズタワー芝浦、それぞれですね、田町駅までのルート比較したいと思います。それぞれのですね、建設周辺レポート別途動画で上がっておりますので、そちらご覧いただければ幸いでございます。まずはプラウドタワー芝浦、こちらから田町駅まで歩きたいと思います。まずですね、エントランス出ましたらこちらの信号を一回渡る形になります。ただしここでローソンすき家側には渡らない方が便利です。こちら NEC のですね、ビル沿いを直進していきます。こちらで2回目の信号です。先ほどですね、ローソン側に渡らなかった理由としては、こちらの八千代橋田町側、先ほどのローソンのですね、渡った方の道になるとですね、横断歩道がありません。こちらのですね、歩道橋を渡る必要がございますので、渡らずに歩いた方がいいかと思います。でこれで3つ目の信号です。ちょうど信号変わったので、こちらで渡っちゃいましょう。ブランズタワーをですね、望みながら旧海岸通りを歩いていきます。左手に住友不動産田町ビル、全体的にですね、歩道はしっかりと整備されております。でこちら芝浦ホルモン、私もこれ一回入ったことあるんですけども、こちらですね、芝浦三丁目交差点を左に折れます。でこちらですね、渚通りもしっかりと歩道整備されております。そしてラストですね、田町駅東口交差点、こちらを渡ります。でこちら駅行くときはですね、上りのエスカレーター、こちらの交番側にございますので、交番方面に斜めに横断しちゃった方が便利です。反対側ですね、逆に下りエスカレーターがあります。こちらの結ぶ側は上りのエスカレーターと、あとエレベーターもございます。いくつかルートありますので、代表のですね、ルートと思っていただけますと幸いでございます。このルートだと信号は5回でございましたね。はい、エスカレーター上りまして自由通路を来ました。こちらが JR のですね、田町駅の芝浦口でございます。これを越えてビルをですね、通っていくと都営地下鉄線三田駅へ入ることもできます。ここまで来ちゃえばですね、雨に濡れず三田駅へも行くことができます。ということで、まずはですね、プラウドタワー芝浦の建設市から駅までのルートでございました。表記上徒歩11分です。まあ近いって感じはもちろんないですね。ただ道のりは歩道しっかり整備されておりますので歩きやすいです。ただ信号の多さはちょっと気になるかと思います。今歩いたルートはですね、こちらの JR 田町駅から渚通りを行き、芝浦三丁目交差点、駅から方向だと右に折れる感じで、旧海岸通りをぐーっと進んだルートでございました。まあ、いくつかですね、ルートはありますので、自分に合ったものを見つけるといいかと思いますが、今のルートがおそらく代表的なものかとは思います。そして次は徒歩8分のですね、ブランズタワー芝浦へ歩きます。でブランズタワー芝浦もいくつかルートがあります。ブランズタワー芝浦はこちらになります。セブンがある方側へ歩いていきます。で先ほどとは大きくですね、ルートが異なります。まあ渚通りここ歩いて、交番があったところですね、あそこの交差点までは一緒です。それをこの左に折れていく形になります。で新しく整備されたですね、結ぶ田町、そちらを歩いて、こちらのですね、鹿島橋を越えて香取橋のところぐーっとも入っていくだけでございます。さらにはですね、まあ、やや迂回にはなりますけども、デッキルートもございます。まずはデッキルートで行きましょうか。こちらすごく整備されてます。田町駅の改札を出まして、芝浦口ですね、歩いていくところまでは一緒でございます。この芝浦口から見て画面方向、右方向に行くとプラウド、左方向に行くとブランズという形になります。プラウド帰る際はですね、こちらの下りエスカレーター利用するのが便利かと思います。でブランズタワーに関してはこちらのデッキをですね、通っていくことができます。デッキだとやや迂回かなって感じですね。一回テストで歩いた感じだと、交番とこ左折れた保育園とこですね、歩いていこうかなんか若干近いかなっていう感じはしましたね。ただこちらのデッキですね、屋根がしっかり整備されてますので、雨の日なんかはこれ最高ですよね。でこれはもう個人的な感想で、歩いた感想なんですけども、私はブランズの方が圧倒的に好きです。駅から建設地までのルートっていうところで言うと、ブランズの方が楽ですね。まあそれは表記上の
3分の差もそうなんですけども、やっぱこのデッキ歩けるってのはいいですよね。下にはですねライフも入っております。まあプラウドの人もライフ寄っても全然遠回りって感じでは全くないので、そこの差はそんなに感じないかなと。そのライフに寄れるっていうところはどの道この道駅前なのでそんなに差はないんですけども、ブランズタワーのいいのはやっぱこのデッキ歩けるってのは大きいですよね。こんな感じでですね、屋根も途切れずに広々したデッキを歩いていきます。さあデッキを歩いていると右手に見えてまいりました、ブランズタワー芝浦。こちらの階段で降りちゃいましょう。先ほど表のルートよりもややなんか迂回している感じがあるっていうのはこの階段です。まあそんなに変わらないと思うんですけどもね、ただ表側行った方が若干近いかなとは思いますが、こっちのデッキを通ってもそんな大した遠回りになるっていう感じではないです。こちらですね、芝浦公園、港パーク芝浦ですね、ありますので、歩いてる雰囲気もこっちすごくいいです。でここで初めて信号です。これで1回目の信号でございます。でこの橋のところはそんなに広くはないです。霞通りぶつかりましたらこちら斜めに入っていきます。で便利なのが建設地ですね、つくほんの少し手前にピアゴがございます。ピアゴ芝浦2丁目店です。で旧海岸通り出ました。旧海岸通りですね、ここでくねーってますね。ブランズタワー芝浦のちょうど角あたりからこっちにずれていく感じですね。同じ旧海岸通り沿いなんですけど全くですね逆方向にある形になります。でもちろんこちらからも入ることができます。ブランズタワー芝浦現着です。こっちの方が道のりいいなとは感じますね。まあプラウドの方も程広いですし歩きやすいですけどもね、このブランズタワー芝浦道のりは非常に恵まれてるなと感じます。ルートにもよりますけども、先ほど歩いたルートだと信号は2回でございます。ブランズタワー芝浦もですねいくつかルートありますので、歩いてみてお好きなルートを見つけるとよろしいかと思います。個人的にはデッキルートが好きでございます。デッキを通らなくてもですね、こちらの田町駅東口交差点のですね交番のところ左に折れるルートもございます。まあ、これが最短ルートになりますかね。あと表面行きたいときは田町駅東交差点をそのまま直進しても大丈夫です。交番の裏手にですねライフがあります。なのでプラウドの方もここ寄ってもそこまで遠回りではないんですけども、ブランズタワーだとよりこれが通り道になります。今度は田町駅のですね改札から地下鉄三田駅向かいます。そうですね、2階からビル入ってもいいですし、こちら降りちゃっても大丈夫です。でこちらですね降りてくるルート、完全に屋根がございます。こちら田町センタービルですね、こちらから地下へ降りても行けますし、そのままですね瑞穂銀行の横のとこから入ることもできます。一旦 JR の田町駅入ってしまえば、こちらの都営地下鉄の浅草線三田線の三田駅も雨に濡れず行き来することができます。なおですね余談にはなるんですけども、駅員時代ですね初めて配属されたのは田町エリアでございます。ちょうど私が入社した頃はですね芝浦アイランドのですね広告を大々的にやってましたね。普段の辻のところにモデルありましたよね。当時は新入社員って感じですので、今思えば芝浦アイランドも安いですけども、そんな20歳前後のですね人が届くような価格ではございますが、まあ私には無理でしたね。まあ、あれから長い月日が経ちますけども、働く街っていうだけじゃなくて住む街としても発展してきてるなってのは感じますね。まあもちろん芝浦アイランドが一番大きかったですね。ということでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。プラウドタワー芝浦とブランズタワー芝浦のですね建設地から駅までの動線比較でございました。個人的にはブランズの方が好きですが、今から検討される方は2物件ですね比較できますので、モデルルームはもちろんですね駅から建設地まで歩いて比較してみることをお勧めいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。